本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よー、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。近年コンパクトで持ち運びやすく、ちょっとしたお出かけや小旅行にもぴったりなミニバッグが流行しております。どんなコーディネートにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く使えるこちらミニショルダーバッグを紹介します。開封の儀、こちらでございます。表面、裏面、様々なカラーバリエーション、開けていきます。オープン。こんな感じで入っておりました。プレゼント、なんとおまけが2つ入っております。まずこちら、はい、めっちゃ長いリボン。はい、こちら何でしょうか。様々な色、この色でございました。小さなポケット、ストラップもいい感じです。はい、そして本体、こちらでございます。横最大24センチ、最小17センチ、高さ約16センチ、ボタン式、ベルトも入っております。ここ2箇所につなげれます。こんな感じ。こちら内側外側ポケットはありませんが、その分シンプルで洗練されたデザインが特徴です。素材について、こちらのバッグ外側の一部はレザーですが、そのほとんどがナイロン製でございます。そのため防水性があり、お手入れも簡単です。コンパクトでありながら実用的。バッグの容量はスマホがちょうど入る程度の大きさ。内袋はこんな感じ。財布や鍵、化粧品などの小物類を入れるのにぴったりサイズ。ショルダーストラップはこちら、長さ調整可能、取り外しも可能、斜め掛けも対応できるショルダーストラップがついてきます。デザイン豊富なカラーバリエーション展開。こちらのバッグ、シンプルで洗練されたデザイン、余計な装飾がほとんどなく、どんな服装にも合わせやすいのでオンオフ問わず使えます。カラー展開はなんと10色、場所や気分によって選ぶこともできます。いかがだったでしょうか。このミニショルダーバッグは仕事、ショッピング、小旅行など様々な機会にさっと持ち出せるバッグです。どんなコーディネートにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く利用可能。耐久性のある素材と洗練されたデザイン、ご自身用はもちろん、お友達や家族へのプレゼントにも最適です。この商品興味が出てきましたら、ぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。本番いきます。よーい、カラバリが多いです。コンパクトでも持ちやすい、こちらミニショルダー、小物入れ、小物類斜め掛けも対応できる。ちょっと下すぎる